こんにちは。このね、写真のね、ハゲ頭の男性はね、かつみくんといってね、オラの店でもトップクラスのハゲ、いいハゲ頭なんだな。国家公務員の、国家公務員ね、ハゲ頭。ほんで、彼がさ、彼いろんなどこさ行くんだけどもさ、いたこのどこさ行ったんだって、有名な。して、そのいたこのどこでさ、いろいろ聞いたことを隠し録音したんだと。それがまだ、全然いたこの言うことが当たらなくてさ、面白いんだ。してね、私ちょっとね、了解を得てね、その隠し撮りの録音をね、みんなに聞かせようと思ったわけだな。なかなかいい加減で面白いんで聞いてちょまげ。平成16年11月20日です。誰ですか、生みの親？うちの父方のじいちゃんです。それまで家の住みいるの、はい、平成16年11月20日はい、この人急に亡くなったじゃないの。病気してかなり入院してましたね。いつの時は急になかった。長く病院に入院してかなり老衰で、亡くなりましたね。子供はこの人の出産の子供は5、6人はあったでしょ。3人兄弟ですね。3人、はい、兄弟でね、この人の子供、息子、子供、子供は3人兄弟、3人息子と3人子供います。子供、男と女。男1人と女2人。そうでしょ。で、この人の奥さんが風邪に亡くなったじゃないの。いや、ばあちゃんはまだ生きてます。生きてる。はい。我々は全ての思いです。風を定めた我々と女の役丸、心に求めて我々と。これはあれじゃないか。何でも聞きたいことを、このおじちゃんについてくださいよ。考えてやること。じいちゃん長く病院さ入院して、大変入院とか大変だったけれども、あの世で、楽に暮らしてるが時代です。今だわ、ちゃんといいとこにたどり着いているから安心してください。なんか思い残したこととかなかったですか。思い残したことはただもう少し、この世にいてかった。まだ天寿さんの頃には早いです。なんでまだ生きていたかったと思ったんですか。ですね、これから孫たちのことも、ひい孫のことも、この世でもう少し人間でいたかったの。それはできなかったから残念です。でもうちの家内も随分絡んだは弱ってきてるよ。なかなか元のようにできないで、
とりあえず困った困ったと思っても、どうしようもできなかったの。わかるで、だからばっちゃんも弱くなってきてるために、ばっちゃんがもしか10月の15日ごろ、今のインフルエンザの風邪につぐいについてるから、よくこれだけお気をつけてください。あ、風邪ひかないように。そうです。で、なんぼか血圧の上がり下がりあるようについてるから、心気をつけてください。わかる。今のとこはとりあえずあれだこれだっても、なかなか思いのできないことあるから。海も車に乗っても気をつけてください。9月の11日9月の119月、わかる、9月、今年の、11月の11日の日ね。11月11、本団の車、マックスだ車と、正面衝突のネイジローから白い車。誰がですか？お前。私。はい。ああ、じゃあ私、交通事故に気をつけなくちゃいけないですね。そうです。ああ、じゃあ気をつけます。気をつけてください。気をつければ交通事故ならないですか？自分の身を、やっぱり、すごい。前の車からなんで、どこ行っちゃ行くかわからないことは、やっぱり人間曲がるなら曲がるように、ウインカーを上げてください。よく気をつけてください。で、逃れれば9月逃れれば、でも、そんなことはないですから。ああ、じゃあ交通事故を気をつければいいですね。わかる。わかりました。それを気をつけてください。ばあちゃんのことは看護頼むよ。わかりました。お願いします。うちの母さんさ、なんか言うことないですか？あの、嫁さん来た、うちの嫁さん来た母さんさ、これはちょっとなんか勝手のことで、考えてることあるで。ああ、今うち建てようとしてるんですよ。誰が？あの、うちの母さんが。今だばな、いつごろ予定は？今年の秋に建つ、うちが建たさる予定です。本当は来年だはいいけど、今なんぼだっけ母さん？51です。そうでしょ、来年はちょうどいいんだけどね。今年も今ちょっと立ってるんですよ。いや、立てるものはどうもできません。牛今うまく立ちますか？立つ。それは大丈夫です。お母さんね、任せてください。わかる。そこよく気をつけてくださいよ。うちの父さんがちょっと病気がちで、母さん、あの、父さんとこう看病してやったりするんですけど、あの、うちの母さん健康とか大丈夫ですかね？母さんは健康は大丈夫ですけども、お父さんは思いをね、できないから、みんな流れでちゃんと看護してやってください。わかる？わかりました。それを気をつければ大丈夫です。お父さんは元のように回復しませんから。なかなか治らない。治るのは面倒です。わかる。困りましたね。これはしょうがないの。自分の病気だから。そこよく気をつけてくださいよ。これを大事に取り合ってください。はい。わかる。俺はちゃんと守ってやるから、安心してください。わかる。はい。お願いします。ね。かわいい答えるよね、あげる。タイの河原の八代です。はい、お泊まり様でございました。どうも。
宝様。